紹介をいたしますと、もともとは、素粒子論という分野で、1974年に東大で、学位を取ったわけですけども、その後約10年間、欧米で研究所とか大学とかで研究をやっておりました。で、日本に帰ってきて、やはりなんかもっと別なことをやりたいというふうに思いまして、で、会社を開いたということで、会社を開いて、社員が随分頑張ってくれたわけで、私は結構時間がありまして、その時間を十分使わせていただいて、で、経済、私も素粒子論というのをやってましたから、シミュレーション、コンピューターを使ってシミュレーションやるのは得意中の得意でありますから、経済のシミュレーションをやったり、あるいは進化生物学でのシミュレーションをやったり、いろいろシミュレーションをやって、で、しかもですね、日本経済復活の会というのを立ち上げたんですね。実はですね、意外と、世界でもなくてですね、2009年、菅引いて、安倍晋三などの20名超の有志、これはですね、この当時は野党だったんですね。で、政府紙幣および無利子国債の発行を検討する議員連盟というのを発足させたんですね。で、菅さんが、私のテレビの時も、フジテレビのこの2001で、政府紙幣を発行して、国民一人当たり20万を配るという案を、そこで、で、堂々とですね、何千万の人を収集の前に行ったんです。で、そこでコメンテーターは、菅さんがそんなこと言えば、現実味を帯びてくると言ってました。で、テレビに何人かそこに出演した人がいたんですが、20万円もらうと、これは使えますね、というような話もしていました。一人当たり20万と配るということなんですが、ですから、20何兆円か。1年に1回、あるいは彼らは考えたのは、1回きりという考えかもしれませんが、何も1回きりじゃなくて、2回、3回配ってもいいかもしれないし、あるいは毎年配ってもいいと。これはまさに、リスクインカムの可能性なんですよね。で、彼らが本当に、やる気になれば、今すぐでもね、安倍さんに言ったでしょうと。で、いや、いけないですか。安倍さんがですね、この頃だったと思いますが、日本経済復活の会に、野党時代来ていただいて、で、私のモットーはですね、お金を持てれば進みなさい。ご主催ということを彼に言っていたわけで、彼は、で、しかもですね、我々は、彼に対して、もう一回それだけやんなさいよということを勧めたんですね。で、彼は、その可能性もあるんだというようなところを言ってました。で、彼はですね、次の、そう言っていますか、政権奪還の選挙の時に何て言ったかというと、日銀に人件費を回してもらって、ぐるぐる回してもらって、例えば1万円札を1枚すると、20円に、9980円は国の利益になる。その利益を使って、いろんなことを投票としていろいろできるんだということを主張しています。ですから、我々の、よく言いますか、からのアドバイスが必要だったなというふうに思っています。アベノミクスというのは、
あるいはちょっとまあ、アナログですように、のきっかけになった、その前の活動がですね、まあ、我々もいろいろ銀ネメを作るのに、いろいろ努力をいたしまして、で、当然銀ネメを、東西銀ネメを入ったという銀ネメを作って、200人ぐらいだったか、署名を集めて、安倍さんを取ってしたんですよね。まあ、そういうことも分かって、アベノミクスが始まったんだとは思うんですが、とにかく、お金ってないないと思っているのかもしれませんが、実は、お金っていうのは強いですか、はい、ということを思うんですね。で、お金を次出すというと、もう、頭に血が上って、何も考えられなくなる。そんな驚くべきことでもなくてですね、私は2002年に経済学者の志野俊太郎という経済学会の、まあ、なんかの経済学会の一つの会長さんやってたようなことで、経営経済学の非常にでありますか。彼のアドバイスを聞きながら私は、日経に日経の日本経済モデルを使って計算をしたんです。で、まあ、一体とあらゆる計算をしたんですが、それがその一つです。まあ、当時ですね、2000年から、VCP 化も始めると。いう、そしたらどうなるだろうっていうのを計算したんですね。で、当時はデフレですから、年後 GDP がずずずずっと下がっているところでありまして、何もしなければどう下がっている、実際下がっていったんですが、そうじゃなくて、例えば、毎年30兆円国民に配ったら、したらどうなるかというと、まあ、デフレが止まる。止まる。30兆円。まあ、その、何が40より単純に、40兆円だったら、ジャパンあたり、50兆円ってことで、こういう計算をしたんですね。これは、例えば2000年を起点としてやった場合の計算です。まあ、じゃあ、こっちからやったらどうなるかっていうのは、まあ、もっと、これを、よりももっといい数字が出ると思いますが、もっと右肩が上がりの数字が出るとは思いますが、まあ、驚くべきような、まあ、経済が破綻するようなことは、絶対ありません。で、まあ、どうやれば、お金、ね、まあ、安倍さん流に、政府貨幣でもいいんですが、まあ、政府貨幣も、あるいは国債を発行して、日銀を買うという、ね、市場で、資金を調達し、銀行に、金融機関に行って、そしてその金融機関の国債を日銀を買うという仕組みですね、政府貨幣を発行するという仕組みでも、全く同じ仕組みで変わらない。ですから、計算結果は同じです。こういう、まあ、経済にとっては非常にいい、日本経済にとっては非常にいい効果がある。ただし、何千億円とかそういうちっぽけな会社はダメです。例えば30兆円でもすぐに行きますね。まあ、このくらいの規模で皆さんにお金を配れば、結構いいですね。まあ、安倍さんも菅さんも、ね、毎年っていうことですか、一人当たり20万って言ってましたね。まあ、20万じゃ足りないくらいですね。で、ただしですね、今のは名目金利で、物価がありますから、それを立てなきゃいけない。実質にしなきゃいけない。実質にって言ってたと、先ほどよりは、アメリカとは、そういうのが違います。まあ、こういうのを、ビジネスとか、必要なことは、ビジネスの成果を受けるので、いいです。
で、それでですね、じゃあ物価はどうなるか、ね、こういうことをやれば、ハイパーインフレになるよと皆さん言うんですね。ところが、計算してみると、意外とそんなことないと。で、当時は、デフレですからダダダダと物価が落ちてたんですよ。で、毎年30兆円配ると、その下落幅が40兆円で、50兆円でやっとデフレが止まるわけですね。まあ、そのくらいですよ。ですから、50兆円ですから、一人当たり、年間、どうでしょう、40万円か。で、ですね、年金。といった場合に、これくらいの数字になる。まあ、これはですね、金利を自由に動かす、ようなせてで、言っておりますから、もしも金利を固定ということで、日銀が頑張ってですね、金利を上げさせないという設定にしますと、もっと、経済効果が大きくなるわけで、もっと負荷が上げになると思います。ですから、設定によって若干変わってはきますが、もしも金利固定ということであれば、GDP ももっと上がるし、2020年もあります。で、じゃあ雇用者報酬どうなるか、経済が好転しましたか、今の政策、まあ、小泉政策ですね、あんなことやってたら、そんなことはなかった、返せなかった。でも、こういうベーシックインカムで、思い切ってやればどうなったか、雇用者報酬も少し下がってたわけですね。でそれが30兆円ぐらいにすると下がらなくなる。40兆円だったらじわじわ上がってくる。普通の経済に戻るわけですね。で、まあ、これはですね、例えば、40兆円、50兆円にしてもですね、1人当たり47万円もありますから、その所得はまたこれに加わるんですね。ですから、まあ、かなり多少の所得が大幅に増えるということになります。大幅に増えれば、消費が伸びるということで、経済にとっては非常に良くなる。で、企業活動も活発化しますから、いろんなところに投資して、そして、今みたいな落ちぶれたことにはならなかったということで、日本は、緊縮を続けたために、まあ、とてつもない、で、ですね、まあ、これは単に配った場合なんですね。で、私はですね、この池モデル、この配るだけじゃなくて、いろんなことを、例えば、国土市に使うとか、消費税を下げるとか、まあ、ありとあらゆる、計算をした。どうして計算できたかというとですね、日経にお金を払ってですね、370万かかりますけれども、まあ、日本経済のためなら、まあ、いいかと思って、やってみたんですね。で、もちろんですね、またもう一回やれば、本当に日本経済が変わるのであればやってもいいんですが、ちょっと、まあ、これで日本経済が変わったというか、政府を動かしたわけじゃないからですね。どうかなという、もう一回やるのはリスクが多いなと思うんですが、本当に言うのこれで、例えば、レシピインカムにやるぞと、全部約束してくれるんであればね、もう一回、こういう決済するんですが、なかなか国が動かない、これだけの、苦労があるんですね。